にとってのヒーローはウルトラマンです。僕にとってのヒーローは仮面ライダーです。僕にとってのヒーローはスパイダーマン。僕にとってのヒーローはおじゃる丸です。その顔で。僕にとってのヒーローは木村拓哉さんです。それはヒーロー。やりにくいじゃん。僕にとってのヒーローはとしおくんです。僕にとってヒーローは疲労にある星のコーヒーですかね。疲労だ。疲労。僕にとってのヒーローは極戦時代の赤西仁君です。聞いてない。ってか聞いてない。はい。というわけで今日の何も出ないようなんですけども、前回ちょっと前かな、カラー検証ってやったら皆さん覚えてますか？ああ。メンバーカラーをみんなで検証してこうファンの人に実際に投票してもらおうみたいな。この企画はですね、なんと投票が終わりまして、はい、こちらね、皆さん の, 投票を集めて今日結果を発表したいと思います。イエイ。はい、はい、なんですけども、その前にちょっと今日はね、色をちょっとおさらいしていこうかなと思うんですけども、はい、まあね、メインの色、赤で、こちら熱血、元気、情熱的、うん、はい、で、青で、クール、冷静、おとなしい、そして緑、こちらがおっとり、穏やか、癒し系、うん、黄色、明るい、活発、華やか、かっこ食いしん坊。食いしん坊絶対入ってないよ。追加された。絶対入ってない。そしてオレンジ、陽気、癒し、笑顔、うん、でここからはなんですけども、黒、ミステリアス、冷静、判断能力、判断能力なんかかっこいい。黒だね、かっこいい。ピンク、可愛らしさ、柔らかさ、優しさ、ぬくもり、中性的な魅力。多くね。多くない？はい、はい、ですね、はい。そしてさらにゴールドが華やか、上昇志向、目立つ存在、はい、白が純粋、正直、癒しということで、基本こんな感じで紹介しました。それではですね、投票で決定したメンバーカラーを発表したいと思います。イエーイ。はい、はい、まずはこちらですね、唯一一票たりともぶれずに、もう一色のみで応募で決定したメンバーがいます。ええー、すごいな。ぶれてない。何色とか選択肢のこれだけっていう。やば。すげえな。全票獲得。旬イエローに決定しました。だから食いしん坊入れたのね。食いしん坊。食いしん坊ちゃうわ。伏線入れた。食いしん坊ちゃうわ。グルメイエロー。グルメイエロー。グルメイエロー。焼けろ。イエローはさっき言いましたけど、明るい、活発な、華やか。やっぱ花があるってことですよね。まあまあ、花は誰にでもついてるその花じゃないその花じゃないんだよね。違うね。次、はい、じゃあ次行きましょう。はい、続いては、まあ、若干のピンク投票もありましたが、ほぼこの色でした。ゆうやブルーに決定しました。ありがとうございます。はい、青はですね、ブルー、まあ、ブルーですね。ブルーはですね、クール、冷静、おとなしい、まあ、こんな感じです。何もあってないから、一個も当てはまらないんだけど。無事？ごめん、それ平成のだから。あ、それ平成の。令和って変わったのか。ギャグみたいな。ギャグ。続いてはですね、色の意味合いでブルーっていう投票も多かったんですけども、変更はなし。すでにこの色のイメージがついちゃった人、これもわかりますよね。光栄、グリーン決定しました。なんか言い方かっこよかった。そんなかっこいい感じで言うの。はい、すごいよ。でもね、内容見てたんです、ちゃんと YouTube のね、はいはい、表とか見てたんですけど、はい、意外と白とかも結構入ってる、うん、そうなんそうですね。悪くない白もちょっと悪くないかな。赤は悪くない。悪くないの。確かに確かに。まあまあまあ、緑のグリーンがありますから、はいはい、いいね。グリーンはおっとり、穏やか、癒し系ということで、うん、まあまあ、癒し系があるかもしれない。まあまあまあ、ファンの人にはそう言う。悪いイメージつけた。何とも言えないですよ。はい、はい、ということで、続いてなんですけども本人が当たって希望していた色になったんじゃないかなと。おこちらに決まりました。ハウ、水色決定しました。いや、マジでこの日のためにこれ着てきました。原価付き水色しか入ってないよ。青とめっちゃ白っとしか入ってない。いや、よかった、はい、希望の色です。はい、水色になりました。水色はですね、まあ、空の色ということで壮大、まあ、それからまあもう本当に、まあ、ここが広い、はい、そういうようなこう意味合いを示したけど、続いての色なんですけども、こちらダークホースでした。本当にね、
もう今までにない今までにないカラーが飛び出しました。マジか、もうマジ、はい、まさかのカラーです。予想外。シャルフブラック決定しました。いや、まあもうもう来てる。見たまんまやね。これね、本当にブラックなんですけども、さっき言ったようにミステリアス、冷静、判断能力、まあまあまあ、まあ、得意ね。当てはまってる。判断能力で。なんだろうな、ブラックって腹黒？最悪なイメージするじゃん。なるほど。以上です。以上ですね。はい。自分の番が終わったから。色なし透明人間。ああ。まずね。この二人か。2名残ってるんですけども、こっちは実はね、オレンジとレッドが。もう同票だったんですよ。温泉してこい。なるほど。これね、もうね、決められないから、ここちょっと勝負して決めてもらおうかな。あ、なるほどね。もうこれね、はい、成功法でいきましょう。もう、古今東西、この方法で決めてきましたという。なんですか、はい、ですか題して、はい、オレンジカレットが叩いてかぶて、じゃんけんぽん。このためにね。このためにね。このために決めてきてはないんです。応援してます。ちなみにですけど、3番勝負です。叩いてかぶってじゃんけんぽん、3番勝負。3本、4番、そう、だから先に2勝した方が勝ち。あー、なるほど。そういうこと。なるほど。いきますよ、せーの。叩いてかぶってじゃんけんぽん、叩いてかぶってじゃんけんぽん。あれ、これはセーフです。これセーフ。叩いてかぶってじゃんけんぽん。はい、行こうでしょ。